T.E. ロレンスの肖像が、オーガスタス・スエド・ウィンジョンは、イギリスの画家である、ウェールズのテンビーに、法律家の息子に生まれた。幼い頃から、美術の才能を示し11歳で、地元の美術学校で学んだ。17歳になった1895年に、ロンドンに出て、姉のグウェンジョンと共に、スレード美術学校に入学し、フレデリック・ブラウンや、ヘンリー・トンクスに学んだ。同じ頃、 ウィリアム・オペンも美術学校で学んでいた。1898年に海外留学の奨学金を得てパリのアカデミーコラロッシュで学んだ。パリでは晩年のピエール・ピュビス・ド・シャバンヌの影響を受け、モンマルトルの画家たちとも付き合った。イギリスに戻り、スレード美術学校の学生で動物画家、ネトルシップの娘、アイダ・イダ・ネトルシップと結婚し、 リバプール大学での教職に就いた。リバプール大学の民族学の教授を通じて、ロマの生活習慣などを知り、自らもロマ流の生活を実践した。リバプール大学では1904年まで働いた。その後、ウィリアム・オーペンと共同でスタジオを開いたりした。第一次世界大戦が始まると、フランスで公式戦争画家となり、 前線のカナダやイギリスの兵士を描いた。第一次世界大戦後は、イギリス最高の肖像画家として評価されるようになり、女性ジェロ奏者のギレルミナスジアの肖像画や、アラビアのロレンスこと、トーマス・エドワード・ロレンスの肖像画がよく知られている。1942年に、メリット勲章を受訓した。ありがとうございます。